大海ガラス、大海ガラス、大海ガラス、学名ピングウィネス・インペニス、ピンギヌス・インペニスは、千鳥目、海スズメ科に分類される海鳥の一種。かつてきた、大西洋と北極圏近くの島や海岸に広く分布していたが、17世紀頃から、羽毛や油を取るための大量捕獲及び、食用の卵の採取が原因で激減し、それから、標本作成のために、 さらに乱獲され、1844年、最後の一羽が捕らえられて白星にされ絶滅した。分類上では、ピエール・ジョセフ・ボナ・テールが1791年に創設した大海ガラス属ピング・ウィニス唯一の種とされるが、大橋海ガラスと非常に近縁であることは広く認められており、リンネが1758年に命名したまま。 大橋海ガラス属アルカに組み込んで、アルカインペニスとする見解もある。全長約80センチメートル、体重5キログラムに達する大型の海鳥で、海スズメ類の中では抜きんでて、体が大きな種類だった。腹の羽毛は白く、頭部から背中の羽毛は艶のある黒色だったが、くちばしと目の間に大きな白い斑点が一つあった。また、若鳥は、 首が白黒のメダラ模様だった。くちばしが大きく、横に数本の溝があった。翼は短く、長さ20センチメートルほどで、飛ぶことができなかった。足は黒くて短く、極端に尾の近くに寄っていた。ニューファンドランド島から、グリーンランド、アイスランド、アイルランド、イギリス、スカンジナビア半島北岸までの北大西洋、北極海に分布し、 群れを作って生活した。海中に潜水してイカナゴなどの魚類やイカを捕食した。外見も動作もペンギンに似て、水中では短い翼と足を使って高速で泳ぐことができたが、陸上では体を立ててよちよちと歩いた。人間に対する警戒心もなかったと言われる。繁殖期は6月頃で島しょ部の断崖に上陸し、1個の卵を岩肌の上に直に産んだ。 卵は、長径13センチメートル、重さ400グラムもある、大きなもので、紅白色の地に黒い斑点や筋があった。また、海ガラスなどと同様に一端が尖った西洋なし、型で断崖から落ちにくい形状だった。卵は、両親が交代で放卵し、孵化までには6週間から7週間もかかった。ペンギンと同様、 非常に親子の信頼関係も強かったとされ、一説には子供を背中に乗せた親鳥が魚のいるポイントまで子供を連れて行ったといった目撃例もあると言われる。また、ペンギンのように親が魚を取り、それを吐き出して雛に与えていたとされる説もあるが、それを疑問視する声もある。なぜ北半球に住んでいた大海ガラスが南半球に住むペンギンとここまで類似した 生活形態をとっていたのかは詳しく解明されていない。俗名ピングウィネスの通り、本来はこの鳥がペンギンだった。古くからウェールズやブルターリュの人々はこの鳥をペンクインと呼んでいた。この語は古代ケルト語で白い塔を意味し、頭の白い反転に由来した故障である。また、ラテン語ではピングウィスが死亡を意味し、故障はこれに由来するという説もある。 あとに、南半球で大海ガラスに似た鳥が、次々と見つかり、南極ペンギンと呼ばれたが、本家ペンギンである大海ガラスが絶滅した今となっては、それらが単にペンギンと言われるようになっている。レトロニムと逆の例。また、このルド語では、ガーフッケルと呼ばれ、格言語で、これに由来する故障がある。英語にも、グレートオークの他にガーフウォールという故障が、 大海ガラスは、肉や卵を食用にするため、または、羽毛や脂肪を採取するために、少なくとも8世紀頃から、捕獲利用されていた。商標期によって、個体数減少があったとも考えられているが、その後の大規模な乱獲により、数百万がいたとされる大海ガラスは、たちまちのうちに数を減らすことになった。大海ガラスは人間に対する、恐怖心がなく、 逆に好奇心を持って自ら人間に近寄ってきたと言われる。また、1年に1個しか産卵せず繁殖力が低かったことも減少した個体数の回復が望めず、絶滅につながったと考えられている。1534年、フランスの探検家、ジャック・カルティエの隊がニューファンドランド島に上陸し、1日で1000羽以上の大海ガラスを殺した。この話が、 ヨーロッパ中に広がって、ニューファンドランド島のみならず各地の海岸で無秩序に、大海ガラスが刈られ、卵が持ち去られることとなった。1750年頃には、北、大西洋各地に、わずかな繁殖地が残るだけとなったが、それでも乱獲が続いた。1820年頃、ついに、大海ガラスの繁殖地は、アイスランド沖の海ガラス岩礁、ガーファグラスカーだけになった。 この島は周囲を崖で囲まれていたため人が近づくことができず繁殖地は過労じて捕獲の手から守られていた。しかし1830年に海底火山の噴火に伴う地震により岩礁は海に沈んだ。この災害から生き残った50杯ほどが近くのエルデー、エルディという岩礁に移り住んだ。最後の繁殖地が天災により失われたことにより大海ガラスはこの時点で すでに絶滅寸前であったが、そのため帰って希少価値がつき、標本は収集家や博物館に高値で買われるようになり、一攫千金を狙った者たちによって残った大海ガラスも次々と借られていった。1844年6月、エルデーで最後に確認された大海ガラスの生態は、放乱中のつがいだったが、発見と同時に発見者に一羽は、棍棒で殴り殺され、 もう一羽は締め殺された。残された卵は、殻が割れてしまっていたという。その後、国際自然保護連合、IUCN のレッドリストにも掲載されている1852年のニューファンドランド島のグランドバンクでの目撃例など、目撃証言もいくつかあるが、現在では80体余りの白星、20体余りの骨格標本と70個余りの乱角が知られるのみで、 コウノトリモクチドリアモクチドリシタメ、チドリコモカモメジョカ,カモメカウミスズメアカ。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。